おけさごうおけさごおけさごは、大阪府大阪市北区から、京都府京都市下京区を経由して、新潟県新潟市中央区とを結ぶ、高速バス路線の愛称である。新潟県県外高速バス路線図。水色の路線が、本路線である。おけさごは、愛称で、路線名称については、阪急バス側では、新潟線、新潟交通側では、京都、大阪線として、 案内などを行っている。本路線の開業前、新潟県内から関西へ直通する交通手段は、航空と列車に限られており、航空利用の場合は、空港と市街地のアクセスに、やや難があり、列車利用の場合では、夜行急行列車、北国のほか、特急、来庁が、新潟駅まで乗り入れていたが、設定された直通本数は少なく、 来庁が運行されない時間帯は特急、北越に乗り、金沢駅で乗り継ぎを用したため、利便性が高いとは言い切れなかった。そこで、高速道路網の整備に合わせ、1978年の新潟長岡線を皮切りに、都市間高速バスへ参入し、1985年には県外路線である新潟東京線を開業させるなど、 高速バスの運行ノウハウを蓄積していた新潟交通は阪急バスと共同で道路線を開設した。運賃設定が鉄道利用の半額程度という低価格であることや開設当時はまだ珍しかった独立三列シートを採用したことなどが走行し、道路線は現在に至るまで高い利用率を維持し続けている。現在は1日あたり夜行1往復を運行し、 週末や年末年始などの多客機には、続行便が運行されることがある。なお、2005年7月28日から2007年10月28日までの、間は、中行便1往復も運行されていたが、利用客が伸び悩んだため廃止された。国道423号名神高速道路、国道1号北陸自動車道、国道116号、新潟西バイパス、 国道8号新潟バイパス乗客が下車できない乗務員交代の休憩場所は、梅田発の便は、阪急バスと新潟交通とで異なっている。阪急バスは以前、草津 PA、南城 SA 親部川サービスエリア連大時、パーキングエリア EPA の順に、計3カ所で乗務員交代と車両点検を行っていた。一方、新潟交通は、草津 PA、 南上 SA リー疎開 SAAPA の順に、計2箇所にそれぞれ停車して乗務員交代と車両点検を行っている。新潟交通便は1回交代休憩が少ない分、朝の APA では、阪急バスと混成便の時には、新潟交通便が15分ほど先に到着して、先に出発する。これは、新潟駅前や終点のバンダイ、 指定バスセンターでの混雑緩和目的の意味合いからである。どちらの校舎上も一般路線バスが頻繁に到着するため複数台、まとめての到着が難しく、特に終点となっているバスセンターの11から13番線は他の県外線高速バスの校舎上となっている上、一般路線の停留所も兼ねていることから、こうした時間調整を行っている。 この11から13番線は以前、他の一般路線の始発地にもなっており、バスの発着が特に頻繁であったが、両路線とも、新潟市のオムニバスタウン事業の一環で2007年11月1日から運行経路を変更したため、現在同箇所を使用するのは、夫婦な町線のみである。現在、阪急バスの車両は、ボダイテラピー A。 南上 SA 親部川サービスエリアな立ち、谷浜 SAAPA の順に休憩停車を行う。一方、新潟交通の車両の休憩箇所は従来通りである。この変更の理由としては、上記の新潟地区の事情に加えて、おけさ号の前後の時間帯に、草津 PA にて休憩すると山大阪線、アルペン、長野号、アルペン、松本号、三条長岡、 柏崎京都、大阪線などとの間での混雑解消目的であると思われる。なお、現在廃止された中高便の運行については以下の通りであった。ありがとうございます。